皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。さて、今回はウィール2019初めての動画投稿をやっていきたいと思います。でですね、さっき自分で動画の外でガチャを引いてしまったところ、シアゴシューバが出てくれました。もう嬉しいけどって感じだよね。なので今回ちょっとお兄ちゃんと相談して、お兄ちゃんサッカー詳しいので、お兄ちゃんと相談してスカッドを作ったところ、こんな感じですね。こっちにグリーズマン、デンベレ、マテウス、ナインゴラン、アセンシオ、メンディ、ペペで、スチアゴ、ミッチェル、エリアバイザーで、ゴールキーパーにベルナルドニーで、ベンチはこんな感じですね。バウアー、ベッカム、バカヨコ、スソ、バチュアイ、フィルミノ、ロマーリオって感じですね。昨日生配信でガチャ引き動画を、動画じゃない、ガチャ引き生配信したので、よければ皆さんそちらもご覧になってください。ってことで今回はですね、オンライン戦をやっていきたいと思います。2018あんまりオンラインできなかったからね。チャレンジカップのファーストトライアルやっていきたいと思います。あー緊張する。では2019初めてのオンラインというか試合、初試合やっていきましょう。どんな感じなんだろうな。なんだろう、アイコンはサラにしました。背景ピンクでちょっと可愛い感じなんですけど、来ましたね、当たりました。チーム力レベルでは勝ってるかな。あ、でもウィークリーポイント負けてるというか、何回かもうやっている選手、選手っていうかプレイヤーさんですね。セットプレーの設定しておいてね。セットプレーってなんだろう、ごめんなさい、わかんないな。おお、キーパー、キーパー一緒の人だ。ベルナルドに一緒だ、キーパー。あー、マラドーナいますね。そっか、どうしようかな。グリーズマン、でもみんな好調ですね、ほぼ。メンディーもキーパーの好調だから、このままでいこうかな。スソ、デンベレとスソを変えようかな。これで、これでとりあえずいきますか。赤と白でいきましょう。どうかな、強そうだな敵。はい、それではやっていきましょう。いやー、どうかな、始まりましたね。うまそう、普通に。今のは普通に、リバプールの連れてきた監督は能力の高い選手をしっかり操れる手腕の持ち主ですよね。そうですね、いくらタレントを揃えてもその良さをしっかり引き出せる指揮官は限られてますからね。采配注目したいですよね。ドリストップから長いボール縦、あんまり今回は走っちゃわないようにしないと。やばい、ナイスクリア。お、いいのでは。早いぞ。あー、ダメか。ドリッソ、マルキージョから右へ。あー、今の取れましたね。やばい、まずい。オッケー、ここはすぐ奪い返します。バスコダガマ、スルーパスを出す。さあどうだ、怖いな。ナイスクリアだけど、
クリアしてばっか。ちょっと流れが来ましたね、流れ、この流れ、あー、いかんいかん。ダメかー。どうしよう。まずい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 。ナイス、ベルナルドに。強いですね、やっぱりさすが絶好調。あー出ちゃった、マイボールかな。よかったよかった。ナイス、いける。無理か、無理かっていうか出すとこが間違えてた。これは出ないかな。うわーやばい勝ちたい、勝ちたいけど勝てる気がしない。クラスが多いのバレてるかな、もしかして。あ、ダメだ今のは。え、瞬間移動した気がした。おお危ない。ダメですね。アラーム鳴っちゃいました失礼しました。いやもうちょっと、そうだよね、2019ボロボロ試合になっちゃいそうですね。最初今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。内で打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは無言になっちゃう、全然喋れないや。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきてると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。コーチーニョ、今のはファールかな、相手の。ドリッソ、今のファールは注意だけのようでしたね。まあ、次があるとまずいですからね。まだ時間ありますね。大きく縦へ、あーダメか。落ち着かないですね。ダメだな。2-0 か。ジョナスとマルキージオさんに入れられちゃいましたね。どうかな、後半で1点だけでも入れれたら嬉しいんだけど。飲み込まれてしまいましたね。どうしようかな、変えなくていいかな。あまり攻めを意識しすぎない方がいいかもしれませんね。そうだな、バチュアイ好調なのか。バチュアイとグリーズマイ入れ替えますか。ここで入れ替えて、いいかな。それでは後半やっていきましょう。それでは始めます。気を取り直して。ま
ず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね、はい、そうすると試合は全然分からなくて、いやー強すぎた、それはちょっと強すぎたか、おお三角で長いボール縦へ、まずいですねこれは、マラドーナからベッカム、ベッカムからボールを上げる、ナイスクリア、さあ左へ預けた、いやー何してるの私は、さあ繋がるか、シュートレッグです、あーナイスナイスナイス、1まずい、ナイスすぎますね、ベルナルドに敵にワーク渡したってさっきから、柔らかいボール、あーやばい、最初の動画はボロボロ試合になりそうですね、いやいやいや、どこに出してるんですか私は、レッカム正確なキックを持っています、このチャンスですね、いいボール入りますからね、上げてくる、どうぞ、ナイスベルナルドに、キーパーに助けられてばっかりですね、ナイスカットを上げてないか、うん、どうしよう、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん、リバプールとしてはリズムつかめてませんよね、リズムを意識して、クリアしかしてないんだけどこの試合よく分かってますね北澤さん、さすが、ガチャン走っちゃってるから出すのが遅れちゃうのか、クリアが精一杯、その通りですね、本当嬉しい、無理か、無理だよね、いやいやいや、うわー、リバプール絶好の得点機、この時間帯で打つってことは大切ですよね、そうはしましたけどね、リバプールが決定的なチャンスを迎えたシーンでした、ラインご覧からサイドのスペースルーズになる、あー、ダメか、これは繋がりません、ゴリッソ長いボールを送ります、足早いな、ゴリッソ相手の、マテウス裏へのスルーパス、
すぎたのかな。いや今ギリギリの勝負でしたけどね。長いパスにこれよく外したね。あと4分か、どうですかね。クリアして残念ながら負けとなりました。負けちゃいました。リバプールとしては終わり際に勝負かけてきましたね。相手も実際に守ってましたし、勝負かけれたのかな。悔しいなさあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説に北澤剛さんをお招きして、はい、それではご視聴ありがとうございました。2019最初のオンラインというか試合は 2-0 で負けちゃいました。はい、ということでありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではよければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。頑張っていきます、応援してください。それではまたねー。